いどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。千葉県の鴨川に来ています。鴨川のグランドタワーという、もう以前から来てみたかったコンドミニアムですねに来ております。マジで来てよかったですね。前半の動画を見ていただくと凄さが分かりますので、そしてですね、この後は素泊まりですので、夜ご飯を食べに居酒屋に向かいたいと思っております。今5時前ぐらいなんですけどね、まだ全然明るい。少し寝ちゃうかもしれないですね。今寝っ転がりながら居酒屋調べてたんですけど、行こうと思ってた場所が日曜休みが多くて、これね、最悪ファミレスありえますね。決めました。本当は今日やってたら、すぐローソンの向かいにあるそこっすね、あずま食堂さんっていうところがすごく人気のお店だったみたいで、行きたかったんですけど、今日はやってなかったみたいなので頑張ってすごい遠くまで歩いてみます。歩道ねえな、ここ危ねえな。ではここから約20分ぐらい散歩楽しみます。正直チェーン店飲みもね、捨てがたいといえば捨てがたいんですけどね、安いしうまいし、席が綺麗だし、トイレも綺麗だし、安定安心のチェーン店なんですけどね。まあチェーン店飲みは正直どこでもできますんで、今から行くお店がですね、わさびさんだっけな、かなり口コミ評価が良くて、写真も見たら美味しそうで楽しみですね。散歩も楽しいわ。結構Google ナビすげえ道選んだな。本当にたどり着くのかこれ。グランドタワーがあんな遠くになってしまった。まだこっから 800m ぐらいありますね。これ歩いていく人いないんじゃないかな。きっとタクシーとかで行くわ普通。着いた。まずは営業中でよかった。入れるよな。わさびさん、では入ってみます。入れました。ビール来た。乾杯。やばい、枝豆すら来ない。もうね、2、30分待ってますね。一つも来ないっす。ナスの揚げ出し来ました。美味しそう。うめえわ、しみるわ。若鶏の柚子胡椒焼きです。枝豆うま。アジフライ来ました。以前いただいたお店がすごく美味しくて、あれからアジフライにハマってしまいました。いただきます。ごちそうさまでした。お店を出ました。枝豆すげえうまかったな。ただちょっとね、タイミングがねすごく悪かったのかもしれない。こう忙しかったな。忙しかったですね。結構待ったし、どうしても遠くまでわざわざ来てっていう期待値も上がりすぎていたかもしれないですね。
帰りは大通りを通ってきましたけれども、明るいね。目の前にガストがあるんですよ。見えるかな。まだね7時半ぐらいなんで、もう一軒行って軽く飲みますか。ガスト行こう。ガスト飲みしよう。できた。お待たせいたしました。唐揚げでけえな。ごちそうさまでした。コスパ良すぎだろ。そしてさすがにすげえお腹いっぱい。ではホテル戻ります。部屋戻ってきました。苦しい。そして部屋が快適すぎて最高っすわ。まだお酒も抜けてないので、こっから 1,2 時間待ってから夜の温泉行きますか。あー、やはり寝てもうた。今10時過ぎぐらいなんで、温泉入りに行きますか。確かに1時までやってるんですよ。素晴らしいな。着きました。では夜の温泉入ってきます。気持ちよさそう。よかった、風もなくて全然寒くないですね。温泉入ってきました。最高でしたね。空いてたからほぼ貸し切り状態だったし、気持ちよすぎたわ。サウナも入れたしな。ではそれでは最後に軽く飲んで寝たいと思います。いや、ほんと今日楽しかった。おやすみなさーい。今日は気温がそんなに寒くないせいか、ベランダに何回も出てしまいますね。気持ちよくて。おはようございます。朝6時半です。もうベッドに横になった瞬間に寝てしまいましたね。そしてあいにくの雨です。ただそこまで寒くはないかな。気持ちはいいです。やはりこの景色を見ると。雨が降っておりますが、だらだらしないうちにですね、朝の温泉に入ってきます。これで3回目ですね、入るのね。気持ちよさそう。楽しみですね。気持ちよかった。いや、1時間以上入ってたかもしれない。朝の温泉、そしてあの規模の施設だと気持ちよさはまた格別かもしれないですね。ちょっと雨がだいぶ強くなってきたので、急いで部屋に戻りますかね。部屋戻ってきました。朝食でも食べますか。これだけ楽しんでまだ朝の7時半という。朝食です。家から持ってきたミニクロワッサン、どら焼き、そしてスープですね。素泊まり感ありますね。
朝ごはん食べ終わって眠くなってきたのでゴロゴロしてます。少しだけ寝てチェックアウトしましょう。それではチェックアウトします。いかがでしたでしょうか。鴨川グランドタワー、正直言いまして自分が今まで素泊まりで泊まった宿泊施設の中では上位に間違いなく入りますね。まずは部屋の広さと清潔さ、快適さ、そして何よりもこの景色と立地の良さですね。鴨川自体が海沿いの観光地ということもありまして、ここを拠点に千葉県の南房総観光もすごくいいのかなと思いました。さらに少し歩きますけれども、あの規模の温泉施設を無料で何度も利用できてしまうというコスパの良さ、飲食店もコンビニも周りにたくさんあるので安心して過ごすことができます。次は日曜日じゃなくて平日に来てみたいですね。季節問わず老若男女、カップル、家族、シングル、全ての方が楽しめる、そんな宿泊施設でした。マジでおすすめです。また絶対行きます。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。